みなさん、こんにちは。北川先生です。今日はみなさんと一緒にカレーライスの歌を歌いましょう。まずカレーライスにはどんな具材が必要かな。にんじんと玉ねぎとあとじゃがいもとあとお肉も必要だよね。その 具材を入れて今からカレーライス作ってみましょう。それでは1番いきます。にんじんはまずチョキでにんじんとやってみましょう。玉ねぎは両手で三角作りましょう。これで玉ねぎです。それではじゃがいも。じゃがいもは グーの手で、じゃがいも、やってみましょう。あと、最後に豚肉。豚肉は、鼻に手を当てて、豚肉、やってみましょう。それでは、いきます。いっせーのーせ。にんじん、玉ねぎ、じゃがいも、豚肉、 お鍋で、炒めて、ぐつつにましょう。さあ皆さん、具材は入れることができましたか今度は味付けをしましょう。味付けには何が必要かなお塩と、あと胡椒と、あと一番大切なのは、 カレールですよね。さあ、その材料を入れて、今から味付けしてみましょう。いっせーのーせ。お塩。カレール。入れたら、味見て。胡椒を入れたら、はい、出来上がり。どうぞ。 皆さん、味付けはできましたかきっと美味しいカレーができたと思います。最後に、はい、どうぞ、言うのも忘れないでくださいね。じゃあ最後、3番目。皆さんはカレーライスを食べたらどんな気分になりますかきっとカレーライスを食べたらみんな元気が湧いてくると思います。 さあ、そんな元気が出る歌、3番目歌ってみましょう。いきます。せーの。むしゃむしゃ、もぐもぐ、お水も、ごくごく、そしたら、力が、もりもり湧いてきた。さあ、皆さん、できましたか 皆さんカレーライス大好きだと思います。お家でもカレーライスの歌ぜひ歌ってみてください。それではまた授業で会いましょう。バイバーイ